さんおはようございます。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。ですね、朝です。雨がもう降っておりますけれども、今ね降ったり止んだりみたいな状態です。ただ多分降り出したらもう本格的にドバーッと降ってもおかしくないぐらいの天気なんですが、ですね、昨日だったかな、下の畑の方がですね、降ってきたね、草刈りをしてくれました。のり面のあぜんところね。なので今やろうと思って今しかないと思ってやってきたけども、もう今こんな状態です。でのり面なのでやっぱちょっとね滑ったりとかいうことが不安です。なのでもう足場確実に置けるところに置いて買っていこうかなと思っております。もうちょっと無理はせずね、もうてげてげで自分できる範囲でやっていきたいと思いますので、まあ見てくださいひひいながら草刈りするだけですけども、というかで安全第一で頑張ります。はい、こう下の方ね、このところをね、畑のあぜのところ、昨日機械で一気に買ってくれました。ずっとね、もう刈りたくてたまらなかったこの乗り面のところ、ここ刈ります。結構長いのでもうチップスをねつけてきてます。あ、できればね、もう今日は上から刈るのと下から刈るので分けて、無理に上までこう腕伸ばしてとかね、不安定なところに足場を置いてっていうところがないように刈ってみたいと思います。
その草がすぐ絡む。ちょうどねこの排水溝の脇のところがですね、機械じゃ張り切れないから残ってるんですね。だけどそこをちゃんと切っとかないと、私足ずるって落ちそうなんですよね。この際が分からなくて、先にそこ借りたいんだけど、借ろうとすると木の長い草がですね、刈ったやつが上にこう乗っかってるので、それをこう切るとここにね、もうまともに絡みつく。落ちたもんじゃ、ほら、変な、ここ刈らないと危ないんですよね。どうしよう、全然進まんが。目に絡んな、私に明かり切らんど。よいしょ。あーもうすげえ巻きつく、巻きつき防止なくてないかね。
ね、なった、もうずっと気になってたので、いや嬉しいね。あの下の方ね、本当買ってくださ、あの長さでなると私も本当用借りきらんから、買ってくれて嬉しかった。だからやっぱこのね、際のところね、そこはどうしても機体が届かないから残ってるんですけど、やっぱそういうのは下にどうしても落ちてます、溝の中にね。まあ、この辺はまた後日取っていきます。ここの溝はですね、常に水が流れてるわけじゃないんですね。大雨が数日続くとあの状態、あのジャパンジャパン流れる状態になって、でも本当1日経つともうこうやって水は引いてしまって流れない状態です。だからね、この状態で置いてても誰も困らない今んとこ。だからね、そういう流れてしまう前に、まあ、大まかなとこだけはあの詰まってしまうであろう量っていうのは確実に取っておきたいと思います。またその辺もね、動画でお届けできればという感じで、一応綺麗に向こうまでつるっといった、よかったよかった。はい、ということで念願の鳥弁狩り終わった。疲れた。あ、でも今までね、こうなんていうんですか、こう庭先を買った時にちょっと上から買ってみたりとか、ブルーベリーのとこ買った時に上から少し手を伸ばして買ったりっていうのをちょこちょこやってたので、一気にここをね全部刈らないといけないっていう努力が、あのなく作業できたのがよかったね。また私はいつも作業するときに、ここからここまではきれいにしてから終わるみたいなっていう、自分にこうノルマじゃないですけど、そういうのを考えて撮影したりすることが多いんですよね。あの裏の片付けの時とか、あと竹株抜きの時とかはそうでしたよね。これ絶対抜いてからこの1本は終わるぞみたいな。逆に1本さえ抜ければもうすごい短い動画でも終わることもあるし、抜けんかったら20分とかずっとね動画長いのをやったりとかっていうのもやってました。だけど草刈りに関しては本当私は上手って自分で思ってるわけでもないです。もうずっと素人だと思ってました。もうどこをやっても下手くそだし、自分の中にやっぱり恐怖心っていうのも拭いきれない部分もあります。マシを使うときにね。だからこそなんかちょっと手を加えとく。で次にやったときに自分が少しでも安心して作業できるように、あとは力をね、体力がない分体力をそんなに使わなくても借り切れるような量を残しておくみたいなっていうやり方にしないとやっぱ怖いね。あとほら今日危ない危ないとか言ったらキャハもつけずに作業してた。こういうとこね、もう本当に皆さんも気をつけてください。あとですね、排水溝にあの水草を落とすのはどう、やっぱちょっと迷惑になるんじゃないですかっていうコメントも以前いただいてました。だから私の言葉が足りなかったのも申し訳ないです。だからね、量が多いところは取って、なんか後のクズは流れてくれればっていう感じでコメント返信させていただいたんですけど、あのその方がねおっしゃってた通りだと思います。もう基本溝には落とさない。やっぱ自分たちは良くてもその下流の方とかが迷惑被ってることもあるんですよっていうのを言われても、確かにもう本当におっしゃる通りだと思います。申し訳ないです。ただですね、あの私たちもあの多い分は基本取ります。でクズっていうのはもう一本一本はさすがに取れない。私たちはあのもう理想だと思います。コメントくださってた方のは理想じゃなくて、それがやれないんだったらするなって思う方もいると思うんですけど、その草刈りをしなければ周りの農家さんにあの、ね、害虫の迷惑をかけてしまったりとか、あとは子どもたちにね、蛇とかあと蜂とかっていうのの住みかになってしまって、あの害が及んでしまうっていうことになりえます。なので私たちのできる範囲で、他の方に迷惑をかけない範囲で作業はしてるつもりです。だからもうコメント、あの動画を見られてて、やっぱそのやり方どうかと思うよっていうところもあると思います。だけど私たちは私たちなりにその地域に合ったやり方っていうのをあの頑張ってやってるつもりです。迷惑をかけないようにね、あのそれは絶対私たちもしたくないので、他の人に迷惑をかける、自分たちさえ良ければいいとは思ってませんので。だからね、そこはね、あの難しいこなんだろう、そこのことだけを聞いてしまうと、えクズ流していいのみたいな、他の人迷惑じゃんっていう風になるのはもう当たり前だと思うし、あもうおっしゃってることもよくわかる。あのせき止めてやるといいですよとか、あと他2人で2人1組になって1人は草上げするとかっていう形がいいと思いまして、うんまさにもう理想はそれです、ね、1個も残さない、流さない、それが基本だと思うんですけど、なかなか私たちの環境の中では難しいので、自分たちのできる範囲で他の人に迷惑をかけないやり方っていうのをやってます。でもしこれが納得できないなっていうのであったとしても、あの
多分そのコメントくださってる方がここを代わりに草刈ってくれるわけでもないし、草取りをしてくれるわけでもないので、もう自分たちがやっぱ責任持ってやるしかないので、できる範囲のことを迷惑かけない範囲でやってるつもりです。もうそこはね、理解してくださいとは言わないです。だけど自分たちには自分たちの考えがあってやってます。だからそこはね、本当申し訳ないです。なかなか伝わらないと思うし、それはちょっとどうかって思うと思うんですけども、まあそういう方そっと閉じていただくといいと思います、あのチャンネルをね。で一応あの地域の溝掃除とか草刈りっていうのももちろん楽しみさん参加してやってますし、なんかそこら辺はね、やっぱこう地域一体になって畑守って農作物をしっかり取っていくっていうところにつなげて作業はしておりますので、そこは安心してください。なのでね、見たくないと思う方はね、見ない方がいいと思います。本当申し訳ないです。心よりありがとうで変えるっていうことはなかなか難しいです。だからもうやらないかんことはやらないかんし、できんことはできん、だけどその代わり迷惑かけない範囲でやっていきましょうっていうスタンスでやってますので、まあ、そこら辺はそういう形なんだなと思っていただければ嬉しいです。ということで今日はなりめん草刈りやっていきました。やっと枯れたけど、またね雨がしばらく続きそうなので、また伸びてくると思います。だけど今日みたいに、ね、ちょっと伸びすぎた状態にならないようにやっぱ買っていこうかなと思います。だから下の方もね、のり目のとこ、あぜのところもあんだけ長くなるとね、私ちょっと刈り切らんから、ちょっと短いうちにね、ちょっとお邪魔させてもらって、畑作ってないうちはね、こう刈っていったりできればなと思いました。やっぱね、きつい。何回も草取るのがきつかったので。まあそんな感じです。ということで今日はちょっと雨の中でしたけども、一応ね、安全に作業できました。キャンを忘れたけどね、滑ったりもせずにできたのでよかったなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。閉じないで見てくれた方、本当にありがとうございます。ということで、今日はこれで終わりです。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。